オクラシコは、ポルトガルのシトリスボンに、本拠地を置く SL ベンフィカとポルトガル第二の都市、ポルトに、本拠地を置く FC ポルトの間で行われる、サッカーの試合のことである。ポルトガルのナショナルダービーである。ベンフィカは16万人の阻止を有する。全世界に1400万人のファンがいると言われ、2006年には、ギネスワールドレコーズに、 世界最多のサポーターを持つクラブと認定された。ライバル意識は、両都市、両クラブの政治的、文化的、スポーツ的な理由で形成された。都市としてのポルトは、伝統的に労働者階級が多い工業都市であり、強い独立意識を持つ。一方のリスボンは豊かで力強く、魅力に満ちた首都である。ポルトガルの南北間の気質格差を表す際に、 ポルト人が働いている時に、リスボン人は遊んでいるという格言が用いられる。SL ベンフィカは、シュトリスボンを FC ポルトは北部の工業校ポルトを代表するクラブである。歴史的に見ると、ポルトガルで最も大きな成功を収めたクラブは、ベンフィカだが、1990年代以降に限ると、ポルトがポルトガルサッカー界を支配している。 初のダービーは1912年4月28日に行われた親善試合であり、ベンフィカが8から2で勝利した。1930年代と1940年代のベンフィカはそれぞれ3回ずつプリメーラリーガで優勝し、1950年にはラテンカップでも優勝した。SL ベンフィカは1960年代と1970年代の ポルトガルサッカー界を支配した。1960年代には8度の国内リーグ優勝と3度の国内カップ優勝と2度の UEFA チャンピオンズカップ優勝を果たし、1970年代には6度の国内リーグ優勝と2度の国内カップ優勝を果たした。1980年代には両クラブが互角の戦いとなり、SL ベンフィカが5度の国内リーグ優勝と6度の 国内カップ優勝と3度の国内スーパーカップ優勝 FC ポルトが3度の国内リーグ優勝と2度の国内カップ優勝と4度の国内スーパーカップ優勝に加え1度のインターコンチネンタルカップ優勝と1度の UEFA チャンピオンズカップ優勝と1度の UEFA スーパーカップ優勝を果たした1990年代と2000年代は FC ポルトの時代となり 1990年代には8度の国内リーグ優勝と3度の国内カップ優勝と7度の国内スーパーカップ優勝。2000年代には6度の国内リーグ優勝と5度の国内カップ優勝と5度の国内スーパーカップ優勝に加え、1度のインターコンチネンタルカップ優勝と1度の UEFA チャンピオンズカップ優勝と2度の UEFA ヨーロッパリーグ優勝を果たした。 かつてリーグに膨大なテレビの放映権料がもたらされ、監督やオーナーはメディアや寛解に影響を及ぼした。FC ポルトのファンは、リズボンのメディアに操られたアントニオ・オリベーラ、元監督の不正疑惑の供述を行った。オリベーラ監督と兄弟のジョアキンは強力なテレビと、スポーツマーケティング会社のオリベデスポルツを所有し、一方でジョアキンはオジョゴというスポーツに関しも、 経営していた。1997年、SL、ベンフィカのジョアン・バレーアゼベド会長は、メディア戦争を宣言した。ピッチ上では、ポルトガル代表のチームメイトである、ジョアン・ピントとパウリーニョ・サントスが互いに対する憎悪を、公然と明らかにし、ダービーでは、イエローカードや、レッドカードが乱れ飛んだ。フィファドットコムによれば、2012年時点で240回の、 ダービーが開催されており、両クラブとも、それぞれホームゲームで良い成績を残している。ポルトは、エスタディオドラゴンで70勝しており、ベンフィカは、エスタディオダルスで70勝している。FC ポルトのサポーター SL、ベンフィカのサポーターベンフィカ勝利引き分けポルト勝利。ありがとうございます。